皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回はバカンを使っていきます。スキルは手駒3枚呪い、かつ盤面総数12枚以上条件で、2ターンの間手駒の呪いを2枚相手に移します。やや重い条件ではありますが、呪い使いのベルズブーと言えるでしょう。もちろん一旦自分が呪われる必要があるので、完全なベルズブーとは言えませんが、出すことができればその凶悪さは身に染めていると思います。コンボスキルは2枚以上条件と若干緩和される代わりに、最も呪われている駒の呪いを2つ移す性能。スキルとコンボスキルを使い切れば最大6つ移すことができるロマンあふれる駒となっています。デッキ編成はゴリゴリの呪い打ちキャラクターで固めました。今日の補正がアタック 0.8 倍ということで、捕食でつなぐという手段があまりできず、一応コンボスキルで呪い打ちを持っているキリアだけ採用しています。ポスト15のトレネウムを激鱗の方ではなく暗黒の方を使い、ガンガン移していきたいと思います。それでは前置きはこれくらいにして早速バトルいきます。さて、相手は、アポロンリンですね。さあ、この特殊ダメージ受けきれそうもなさそうな雰囲気だけしてますが、大丈夫かな。とりあえず、こちら先手番で、小手どうしようかな、これ。キルイド置きましょうか。これ、なんてなっけ。ターンは、3ターンか。まあ、キルイド置いて、ダクマダコロニー置いて、呪いだけガンガン自分に付与して、まあ、グエインで移していくっていうムーブにしましょうか。X 値とかでも面白いですけどね、これ。あ、相手アイドルアンナプルナ入ってるか。アイドルアンナプルナそんなに強くないんで、これどうしようかな。X ダクマタ決めちゃおうかな。あ、バカン来てくれた。面白いな、これ。どうする？いや、これだったらちょっと C ダークマタ行くか。これで、の、あ、OK。召喚されるポジションそっちで、まあ良くて。まあでも、ここは使えないですけど、次はもうグエン打っちゃって、呪い移していきましょうか。さあ、アポロンが呪われるかどうか。おっと、相手メイティス、可愛い方のメイティス使っている。これなんだろう、罠回収っていう感じですかね。罠回収用意。おっと、さらに。ああ、ここいいな。どうしよう。グエインも使っていいんですけど、ここ、ロイラック使っちゃおうかな。ロイラックやったら最大で3つ移せるんで、ここのタイミングちょうどいいですね。さあ、ロイラック使ってしっかりと呪いを移していく。一番呪われてる駒の、呪いを最大3枚移していくっていう感じですね。さあ、英語まで結構ね、破格の性能っすよね。なんでまさかのオファヌ様、それは聞いてないんですか。さあ、ミガット来た。呪いのポジションちょっと偏ってますけど、これ今何枚 ?2、4、8、まだバカン使えないか。まだバカン使えないんで、コンボスキルは使えないか。そうですね。これどうしよっかな。ミガット、待てよ。早めに呪った方がいいかな、これ。バカンどうしよっかな。いつ使おうかな。ちょっと一回ミガット使いましょうか。まだ呪いは、自分で保持していく構えでいきます。相手、オファネ様入ってるのは、これどう食うかな。もしかしたら召喚うっとうしいんで、F の3でバババッと消してくる可能性はありますけど、あー、ですよね。オッケーオッケー。そしたらバカン置きましょうか。自分の呪い結構まだ余ってるんで、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、オッケー。これはバカン使いますね。ただ自分の呪いの話普通に似てるな。間に合うかな。さあ、ここでバカン使っていきます。呪い打つ時間ないとベルゼブブですね。さあ、これがっつり呪っていく。これで相手何枚だ？7枚か。 OK、 7枚呪い結構でかいぞ。あとはこっちが耐えるだけ。間に合うかな。よっと、ヴィーナス使ってきた。ヴィーナス使って、いやー、でもオファネ様強えな。やっぱオファネ様強いですね。そんな感じになっていくか。まあまあまあ呪いましょうか。これクリサラ使っちゃおうかな。クリサラが一番呪われてないんで、逆に。まあ、ここ行きましょうか。盤面ちょっと怪しいですけど。あ、でもそれだったら先にあれかな。呪い。てか相手のライフバースト、メイティスのやつ受けに行った方が良かったかな。まあいいや。とりあえずこうしといて。いや、めちゃくちゃ入ってんな、これ。待って、次、自分の呪われ方によっては、グエイン使えますけど、なんだそれ、不思議なキャラクター入ってんな、これ。なんだこれ。ライフバーストがまあまあ強えな。さあ、チテールの底力。いや、これ待って、グエイン使えないな。ただ、こいつは使え、エルケス使えるんで、エルケス行きましょうか。どこが一番マシだ？こいついくつ ?4500。4500。まあ、メイティスの子一番マシか。でも、ここで飛ばさないと自分アウトなんで、これで行きましょうか。さあ、これで間に合うかどうか。なんか足りそうな感じしますけどね。さっき8000以上食らってたんで、これでさすがにいけるはず。どうだ？さあ、7枚呪い。あーマジかよ、ミリ残し。嘘でしょ。マジか、どこでミスった。いや、マジか、今勝ったと思ったのに対戦ありました。
さあ、おっと、セグメントリーダーですね。さあ、これは有利タイムだと思いたいんですが、大丈夫でしょうか。さあ、こちらが、先手番で、初手は、ミガット使って、トンネル虫打ちして、自分の呪い、付与しまして、で、ウーラで一気に相手に移していく感じですかね。流れとしては。こちらの引きは悪くないんですけど、相手がセグメントリーダーで、あとどんな感じの中身かによりますね。とりあえず予定通りミガット打ちまして、相手に2枚早々に、移していく。これ、XGR かな？X セグメントありますね。特殊ダメージで攻めた方が、相手もね、いいと思うんで。さあ、X 来るか。X 来たらどうしようかな。上に逃げても、でもしょうがないか。X セグメントじゃなくて、そう来るか。なるほど。相手は X セグメントでコンボスキルを狙ってくるかと思いきや、そんな感じか。どうしようかな。これ、トネルム、上に行こうかな。トネルム上に行きましょうか。でも囲ってよかったかな。これ使えるのか。これ自分が呪われてる時じゃないと使えないっていうちょっとめんどくさいキャラクターなんですけど、今使えたか。ミスったな、これ。これミスったな。まあですよね。まあまあまあ、相手呪い主体なんで、それはいいんですけど。で、コンボスキル的にどっちがいいんだ？まあ、これはどうしようかな。コンボスキルが。でもここでもうウーラ使っちゃうか。これと4枚移せるんで、ウーラによって一気に4枚移して、で、相手と多分これ、トネルムの方を取ってくると思うんで、そしたらダブコン決めましょうか。ミガトの呪いを移すんですけど、こっちの、ウーラは、コンボスキルは、自分を呪ってくれる方なんで、そう来るのか。なるほど。相手トネルム取ってくるかと思いきや、保持タイプか。オッケー、ダークマターコロに来る。呪い痛えな。ここまで来ればあれかな、もう、ダークマターコロニーとか置かなくていいかな。これ以上やっちゃうとね、ちょっと自分の呪いダメージ痛いですからね。まあでもいいや。置いちゃうか、せっかくなんで。なかなかこういう機会ないんで、ちょっと置けるときに置きましょうか。さあ、相手は呪いの主体デッキなんでかなり有利ではありますが、おかげ3枚呪いで 9% を削っている。まあここでトネルも取ってくるかな、さすがに。ですよね。相手。なるほど。カウンターのやつ入ってますね。カウンターでコンボスキー呪いのちょっと鬱陶しいやつが入っている。オッケー、ここでグエインでかすぎ。じゃあグエイン置きましょうか。グエインで一気に呪い移していきます。どうしようかな。せっかくだからウーラのコンボスキルも使っちゃって、さらに自分に呪い付与しましょうかね。さすがに欲張りすぎかな、これ。さすがに欲張りすぎっすかね、それ。どうしようかな。まあまあまあ、呪いは移しましょうか。でも自分の呪い保持したいから、ちょっとこんな感じでいきます。わざわざカウンターを返す必要があるかって言われたらちょっと微妙ですけど、こんな感じにしといて、自分のね、呪いも保ちながら打っていかないといけないんで、そこが難しいですよね。スキルの条件が3枚呪いとかそういう、結構、重めの駒が多いんで、さえて罠駒使ってきて、ここでロイラック来た。OKOK。とりあえずキャラクター打てるのに、幸せを感じる。キャラクターが打てることに幸せを感じる。じゃ、ここでもう一気に呪っていきましょうか。ダブコンとかしちゃっていいのかな？ダブコンしちゃってもう飛ばしにかかるか、これ。多分次のターン自分、打てないんですけど、OK、マイティ発動しますが、まあ、アタックだけは下がってますし、まあ、乗る位置なんで、あんまり入んないですね、ダメージは。OK、OK、これで一気に、いや、強いな。やっとか、ここまで有利タイム引けて、まあ、ようやく勝てるぐらいか。OK、サダン使われますが、さすがにね、ここは耐えますね。キャラクターもそんなにいないんで、OK、OK。しっかり耐えていって、多分、次打てないんですけど、でも、あれか、これ、意外とこれ自分乗れますね。そんな乗ろうか。OK, OK. じゃあ最後に、グエイン使って飛ばしましょうか。ここで枚数返しながらいきます。有利対面でようやくですね、対戦ありました。まあ、乗る打ちデッキね、こんな感じでしたね。ご視聴ありがとうございました。